にいたけど、東京ホテルに泊まります。東急トロン。これ大きな部屋です。めっちゃ大きいです。ママ、開けて。こっちにはわあ大きな浴室ね。私です、玄関です。ママ開けるの。あ、こっちも靴もいっぱい並んでます。ぐちゃぐちゃになって、はい、今日ディズニーいたからディズニーの服にして。やだー、ひかちゃんも開ける。なんか買ったの紹介して。あ、チョコボール。おー、すごい。ベッドと2人は和室用のベッドも、とりあえずベッド1、2、3、4、5、うん、5つベッドある。すごい、3個あるじゃん。そう、和室の机で早く開けて、早く分けてあげるよ。待ってて、これ消化終わってから。これはわあ、大きなドラえもんの部屋だ。押し入れ、ね、押し入れ。ひくちゃんも止められる？寝れることもあるよ。ドラえもん寝られるの？寝られるよ。こっちもこのライトもさしてみよう。きれいね。外ミヤの夜景は東京ベイ。はい、ちょっと距離あるけど、でもバスがありますし、無料のバス利用できるし、ミッキーバスもあるよ。そう、ここから早く開けて、早く行けるし、成田空港も行けるし、そして1階も24時間のロンソーコンビニもあるし、めっちゃ良かったです。はい、じゃあこれからは今日買ったのお土産を開けます。見て、これは上で走ってる。そう、2つ買ったね、ひかちゃん。イエーってやってて、イエーイ。じゃあみんなはおやすみなさなさちゅ。